キヨバス清瀬市コミュニティバスとは2007年1月20日に運行開始した東京都清瀬市の市内循環コミュニティバスである。愛称は清バス。運行は西武バス、新座営業所が受託している。清瀬市は、のしお、下宿、下清都に広がる交通不便地域の解消を図るために2000年度から調査や コミュニティバス導入検討委員会の立ち上げ等を行い、コミュニティバスのあり方や運行路線などについて検討を行ってきた。その結果を踏まえて、道が狭く既存のバス路線の延長等が難しいのシオ地区についてコミュニティバスを導入する方向性を決定した。コミュニティバスの運行が決定すると2006年8月には愛称の募集を開始した。 応募総数は214件であったが、その中から2006年12月に、清、バスという名前を選定した。なお、ロゴ等については、清瀬氏がデザインの専門家に依頼して作成したものである。また、運行に先立ち12月19日、20日、21日に、地元住民に対して、住民説明会を開催した。その結果、2007年1月20日にに系統の、 運行を開始することとなった。運行開始当初から、清瀬氏は、事業者に運行委託金を支出しており、その額は2007年度、2008年度ともに27、058000円となっている。運行開始直後の2007年1月は、約180名であったが、2007年8月には、約260名となった。2019年10月1日にパスも及びスイカの、 利用が可能となった。主な停留所掲載療法の便を合わせると、清瀬駅北口と南口それぞれから1時間ごとの発車となる。大人1回180円、子供1回90円日のポンチョ2台目ロングを用いている。座席定員数は12名で、全体で33名まで乗車できる。車両は3台あり。 一台あたり改造費も含めて約1 7 5 0 0 0円となっている。後ろドア付近に自動体外式場再動機が搭載されている。ありがとうございます。